ヒロシです。最近人妻よりも女子大生の方が僕のことを理解してくれるように思えてなりません。それはそれとして前回のお話は。ねえ、何がどうなってるの？わかんねえ。蘭丸が逃げてったら急に悲鳴が。旦那様が死んでる！旦那様って、女将のご主人だよな。それってまさか蘭丸くんが。くすくす。何笑ってんの！不謹慎な砂子ちゃん。お前もな！ですね。殺人事件！刺殺かしら、絞殺かしら、それとも撲殺？もしかして毒殺？それともまさか斧で頭割られてるとか？まさかまさか中根くんよ！何をニタニタしてんだてめえ。今絶対違うこと考えてんだろう。いやいや、そんなことは決して、おそらく間違いなく人が死んでんだぞ、この人手なし。ちょっとお話伺ってよろしいですか？はい。生検視！事件があった時間どこにいましたか？生聞き込み！僕たちは1階のカラオケルームに3人でいました。ね？あ？なるほど。生アリバイ！え？君は？俺はそいつと部屋に。そいつ？あ、生。生。あ、そう。刑事さん！私、見たんです！犯人を！落ち着いて、落ち着いてください。綺麗な顔で背が高くって、サラサラヘアでペロモンもあなたの好みを聴聞しているわけではないです。そうじゃなくて、私見たんですってば。生中居は見た。あれってさ、もしかして生狂気が見れたら死んでもいい。そういえば、あいつどこに行ったの？人出なしと言われようが、探した方がいいんじゃない？応急処置完了、病院に搬送します。一応開けて。あなた、しっかりして、あなた！ち、一命は取り留めたか。よかったわ、旦那様が生きてて。本当よ、あんたが死んでるなんて騒ぐから。だって、あ、生の醍醐味が。残念だったな。てか、禁止。現場の状況からして、あたりに血が飛び散って。それで凶器は？ビバ生凶器！懲りないやつ。凶器の血は？無論会社のものだ。それで血の量なんですが、六畳一間が血の海で。ほうほう、して凶器は？何度も言うようにデバ包丁。お？お？邪魔だし！凶器はデバ包丁！一人前のレディとしてデバ包丁を使って人を。そんなレディじゃねえ。見たい、一目でいいから、あたり一面生血にまみれた生殺人現場を。この目、この瞳、この眼で待ってつかあさい。ああ、ダメダメ、関係者しか立ち入りは。ならばこっち。はい、下がって下がって。ブーブー、不満だ、つまらない、納得いかない。すいません。ちぃ、あ、ちぃ、素敵、なんて素敵なお召し物。見られたからには生かしておかけにはいかねえ。悪く思うなよ。死ぬ。うわっ、人が飛んできた。あ、ごめんなさい、ついとさん、ごめんなさい。お化け。面です、多分。人間です、多分。え、すいません、私がやりました。私がぶん投げました。申し訳ございません、心から謝りますから、お願い聞いていただけませんか？おい、何言って。お願いですから、この血まみれの服譲っていただけません？俺は板前だ。これはマグロをさばいた血だ。信じてくれ。うるさい。さばかれるのはマグロじゃなくてお前だ。血まみれ服。笑えないね。ああ、血まみれの服。生血まみれ。
か、お前。スナコちゃんやや素敵。あの子か。さゆりさん、大変だったね。大丈夫？俺も刑事にいろいろ聞かれたよ。そう。ねえ、さゆりさん、ゆうべはどうして？疲れたでしょ。お友達にも嫌な思いをさせて本当にごめんなさいね。とりあえず一安心だね。オーナーは死んでなかったし、犯人も捕まって一件落着ってか。でもまさかこんなことになるなんてな。本当だよ。俺はゆうべ蘭丸が逃げてくとこ見たからさ、ドキドキしちゃったぞ。ああ、あれね。ああ、座る場所考えろ。もう俺たち放送禁止多すぎなんだからね。ああ、嫌なもん見た。最悪、失礼な。で、何言いかけたこと。ああ、それそれ。ゆうべさ、さゆりさんに呼び出されたじゃん、俺。もうすぐ仕事終わるから部屋で待ってて。うん。さゆりさん。だからさ、彼女の仕事が終わる時間を見計らっていろいろと支度してさ。支度って？決まってるだろ。街に行ってバラの花束買ったり、ワインを用意したり。お前のそういうとこ尊敬するわ。だろ。で、そろそろ彼女の仕事が終わるなって時間に部屋に行ったんだ。そしたら死体があった。死んでない。そっか。とにかくそれで怖くなって逃げたわけ。いやー、参ったね。スナコちゃんでホラーには慣れたと思ってたのに、やっぱ生はやばいわ。呼び出された。恭平、蘭丸、お前。何の音？レイヤの道。新しい男湯の覗き方。ワッツ、レディが男湯覗くんじゃねえ。勝手に覗いて勝手に倒れんなよ。温泉でキャーといえば、ユキ、お前昨日風呂でビデオ撮ろうとしてただろ。今日は持ってないんだな。ああ、あれ、スナコちゃんが貸してくれって言うから。スナコちゃんが。ここが殺人のあった旅館です。あ、間違えました、生殺人のあった旅館です。そしてこれが生殺人旅館に祝っている生木と生岩です。凶器が出刃包丁って聞いた？いつも板長が使ってたやつかしら。やだわ。まだ見つかってないですって。やだわ。スタジオの皆さん、中原スナコ、これから生凶器を探しに参ります。何やの？私炭酸。横になる？布団敷こっか。よい！忙しい。忙しい。どうなさったのですか、皆さん。出たのよ、幽霊が。私も見たわ。あれは本物よ。殺人未遂の上に幽霊まで出るなんて冗談じゃないわ。そんなバカな。私も見ました、あれは本物です。お金返して。帰るんだから。まだ凶器は発見されていませんが、何か手がかりがあり次第お伝えしたいと思います。おい。はい。まあいいけどよ。何の用ですか？蘭丸の女だから下手なこと言えねえけど、お上には気ぃつけろよ。はい。
それと、いい加減不気味なのやめろよ。ついに血だまりを発見しました、何やらここで乱闘が繰り広げられた様子。これほどの大量の出血はレバ包丁だけのものとは到底思いません。ことによると斧や鎌、いえいえチェーンソーかもしれません。何にせよ持って帰ってカエルのホルマリン漬けの棚に飾りたいと思います。何をなさっているのかしら。血痕があったものでここから凶器を探せないかと。血痕？はい、こちらです。凶器を探すですって？はい。まあまあ、お客様一人にそんなことをお願いしておくことはできませんわ。私もご一緒させていただきます。本当ですか？ええ。ここには隠し物をしやすい大きな蔵などもございますし。それはどこですか？では探しに参りましょう。そうしましょう。なあ、もう帰るか。何言って、まだ彼女。そうだね、蘭丸の彼女の旦那があんなことになったわけだし。ただで止めてもらってる手前、これ以上は居づらいものがあるな。仕方ないか。そうよね、そんな感じよね。ノイちゃん、どうしたの？そんなに夕ご飯食べたかった？美味しいお弁当を買ってあげるよ。ありがとう。まさにこここそチミドロの凶器を隠すにふさわしい場所ですね。そうかしら。そうですとも。どうして凶器を探すの？好きだからです。おかしな子。でもね、ないのよここには。え、だってさっき嘘ついたの。嘘つきは殺人者の始まり。レディーへの道。正しいレディーの縛り方。まず飲み縮みの少ない朝縄で。うわつ、そんなこと教えんなよ。バカな娘ね。凶器なんかとっくに警察が押収したわよ。まったく、とんだ計算違いだわ。たらし込んだ子犬は現場から逃げちゃうし、実行犯のイタチョは捕まるし。それじゃああなたが生勝者。そうよ、もう最後だから教えてあげる。役立たずでふぬけの旦那を殺して保険金ががっぽり入ったら、この旅館も売り飛ばして高飛びする予定だったのよ。でも今となってはそれも全部おじゃん、あんたのせいよ。私、生犯人の最後も見届けたいと思います。初めて見た時から気に入らなかったのよあんた。綺麗な男の子たちに囲まれてね、ブスのくせに。あんたみたいな醜い女には温泉より怨念がお似合いよ。ブスはブスらしく朽ち果てておしまい。ブスのくせにブスだ。ブス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 。ごめんなさい、ブスで。ごめんなさい。残念ですね、今日は他のお客様もお早いお立ちで。ねえ中井さん、あれって何を燃やしてるの？あら、何かしら。あれじゃないかしら、使わなくなった蔵を燃やすって。それは来週の予定でしょ。あ、そうね。じゃあおかみさんが不用品でも焼いているんでしょう。さっき蔵の方へ行くのを見たから。あ、そうそう、お連れ様も一緒でしたよ。あの少し怖い。ブス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 。
てる。ブスはブスらしく朽ち果てるのが寂しいのよ。いた。眩しい。眩しがってるバカ。ねえ、とっとと出るぞこのドアホ。ねえ、あの女には気ぃつけろって言ったろ。早く救急車を呼んで差し上げて。しらじらしいよな。え、あんたがやったんじゃねえの恭平。何をおっしゃるんですの。あんまりです。今朝主人があんなことになったばかりの私に。役立たずのふぬけの旦那を殺して保険金ががっぽり入ったらこの旅館も売り飛ばして高飛びする予定だったのよ。あんた綺麗な男の子たちに囲まれてね。ブスのくせに。ブスって言った。なんだとこの。ブスはブスらしく朽ち果てておしまい。板長手玉んとって旦那殺させて、もしものために蘭丸おびき出すとは用意周到だったな。まさか嘘だよね、さゆりさん。だって俺に会いたいって、俺の顔見たら元気出るからって。うるさいこの役立たずが。そんな。あんたって女は。あら、いけない。私はね、この美しさでこれまで欲しいものを全て手に入れてきたの。騙される男だって幸せじゃない。自分こそ私をものにしたと思い込んでいられるんだから。てめえ。桜？まだ冬なのに。下面女菩薩、内心の夜叉。人の情けを踏みにじる欲にまみれしその姿。お前は。貴様のような女にこそふさわしき呼び名を私は知っている。このブス。言ってくれるじゃないのよ。男にも相手にされない女が。そうでもないぞ。俺らチューした仲だし。さゆりさん。何？俺あなたに何言われようとあなたのこと嫌いにはなれない。いい女だと思って。でもね、スナコちゃんのことをブスっていうのは俺ら許さないから。蘭丸くん。スナコちゃん、いつまで固まってんの。きっとあまりのショックで忘れてたんだろうな。銃のこと。なんならもう一回してやろうか。ああ、スナコちゃん。スナコちゃん。息してる。人工呼吸。逆効果だよ。本当に死んじゃうよ。本当にお疲れさん。なんだ今の音。
ああ、ノイが気絶してる。竹永、ノイちゃんに何したの。そう、死ぬとこ。うわー、中華料理、中やもうや、注文どうぞ、中やばかや、中肉中背、中やダメダメ、中学1年、中やしませて、大納言小納言中納言、中はいいや、中アレルギーだ、中言うな。次回ただいまテスト勉強中、それは言うなっつってんだろ。ほら、アスメスキース。